さて、いいけどよ、本当にここでいいのか？間違いない。鳥かごに触れた時と同じ感覚がする。まさかこんな形で母校に戻ってくるなんてね。卒業生とはいえ勝手に入るのは気が引けるわね。なんたって在校生が一緒だからな。でもアリスが囚人の出身だなんて全然知らなかった。私もよ。生徒会長として囚人出身の有名人は把握していたつもりだけど。消したい過去だったのだろう。どういうこと？鳥かごで聞いた声、悪意に満ちた言葉の刃と、いじめをする側だったのか、される側だったのか。それ、ここでの体験は、奴の心に深く大きな傷を残した。その存在さえ許さないほどに。囚人がその舞台だった。だから秘密の部屋か。とにかく、鍵ってやつを探そうぜ。隔離されててもここは渋谷ジェイルだ。エマにキーワードを入れれば同じように入れるはずだ。よし、行ってみるか。お前ら準備はいいか？うん。キーワードはワンダーランド。キーワードが入力されました。教室か。これが学校というやつか。ネットで見たのと随分違う。かなり認知の歪みが強い。一体ちょっとあれ、幽霊。いつまで泣いてるわけ？また同情買おうとして、彼のこともそうやって騙したんでしょう。違う、私はそんなこと。な、何これ。うざ、ほんとキモい。なんであんたみたいなのがのうのうと生きてんの。てんだよこいつ。いきなり姿が変わりやがった。場所も変化している。ここは話は後、来るわ。みんな気合い入れてけ。さそうね。まずは相手の動きを見極めましょう。平凡状態の敵がいるぞ。チャンスだ、ぶっ叩け。よっよっ。強敵だな。気合い入れていけ。終わりだ。
陰キャのくせに男に色目使ってたっしょ。超絶キモい。こいつ一体何なの。来い。わかんない。でもこの力すごい嫌な感じの敵だ。何なんだよこの部屋は。鳥かごの鍵があるんじゃねえのか。鍵は絶対ある。ここのどこかに隠されてるはずだ。このままだと探すこともできないわ。まずは目の前の敵を倒しましょう。いい一撃だ。かっこいいぞソフィー。決まってしまった。それはっはっはっ。フォックスがヘロヘロだぞ。見てみとるとイライラするんだよね。みんなのために死んでくんない。大振りを食らうとダメージが大きい。しっかり回避しろよ。感謝する。お願いします。頼られた。撃つぞ。やっつけろ。やるぞ。こいつはバコ楽勝だって。やつは俺が引き受けた。いいぞ。スキルヒット。任せるぞ。任せろ。ヘルソナー撃ち抜く。カルゲ。せい、せい、決めよ。ゴン。撃ち抜く。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらヤバいぞ。奪え。さっち。強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。行くぞ。アルセール奪え。ナイスジョーカー。弱点にヒット。うわーかっこいい。私にやらせて。うん、頑張るね。敵の反応消失。どこ行った。強敵だな。気合い入れていけ。あとは俺が。ゴール。続けて決めた。どんどん行きます。気力が少ないよ。戦い方に注意して。めまい状態の敵がいるぞ。チャンスだ。ぶっ叩け。こいつワープで移動できるのか。身内で警戒しろ。やよ。あ、フォックスダウン。当たるか。華麗に避けたな。ソフィー、ファイヤー出てこい。くらえ。うまいぞソフィー。弱点にヒットだ。大したものだな。オーケー。助かった。はっはっはっ。ヒット目。それ、強敵だが祝福属性の弱点だ。狙っていけ。私にやらせて。うん、頑張るね。敵が力をためてるみたい。能力ヘッドソフィーの戦場を離脱。誰か回復できないか。やっ、えい。よし、こいつはバコ楽勝だって。えい、フォックスがヘロヘロだぞ。行きましょう。お任せするね。よし、ヘリソナサキバス猛攻撃し、これで来い。この手で行く。助かった。行くぞヘルストラー。この力でありがたい。はっ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 。めちゃくちゃ暴れてんぞこいつ。近づくのは危険よ。一度距離を取りましょう。まとわせ。ノワールのスキルがヒットした。いいぞその調子だ。体力も残り少ない。回復急いで。これで
た。行くぞヘルストラ。この手で行く。感謝する。ヘルストラ、これでヘルストラ、この力で上手じゃ。弱点の呪音属性で攻めろ。この力で助かった。みんな力を貯めてるみたい。能力変化に気をつけて。もこい、さっきもアルセール。いけるぞ、ショータイムだ。ショータイアルセール、くらえ。さすがジョーカー、華麗だな。さすがジョーカー、頼りにしてます。サポート届け。ナビすごいわ。エモン、強敵だな。気合い入れていけ。マジ受ける。あんたのこと好きになる人とか誰もいないって。あれ、なんでこうしてたんだ。地味すぎて気づかなかった。アリスの記憶なのかも。やっぱこうやってアリスはさっき教室でもひどいことを言われてたよ。出身校をネットから抹消していたのはやはりこれが理由か。お相手いただけますか。覚悟。敵に回した。クライナー、ノワール、お見事。華麗に決まったわね。ヘルソナ、ご覧。いいぞ、スキルヒット。ノワール、その調子だ。やーこうです。はっ、はーっ、こいつってもあい。気をつけろ。ジョーカーが先生に出す。早く手当てを。使えます。えい、よっよっと、遠慮しません。よっ、お願いします。ああ、ヘルソナ、ピクシー、アルセール、ピクシー、これで助かりました。ヘルストラ、この手で行く。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらヤバいぞ。終わりだ。私にやらせろ。ラッテンにヒット。二度のワール、渡せろ。スッ、空気だ。スッ、スイッ、余裕の相手だ。パパッと片付けろ。ヘルソナ、消しなさい。ボックスのスキルがヒット。今のは良かった。はい、私にやらせて。はい、ノアール体力少ない。ヘルソナ、この力で感謝します。任せた、引き受けた。こいつ手の愛、気をつけろ。はっ、すい、敵が力を貯めてるみたい。能力変化に気をつけて。すっ、はっ、すっ、すっ、さすがノワールだな。任せろ。ホイザーバコ楽勝だって。
サポートボックスください。これまでの誰か手当てを。了解だ。気力が少ないよ。戦い方に注意して。ショータイム、見せてやるボックス。絶景かな。切り捨てる。バッチリ決めたな、ボックス。ナイスボックス。いい感じだぜ。私にやらせて。ロワールのスキルがヒットした。手応えありです。来て、ギラディ。チャンス、頑張ってね。任せろ、行くぞ。これでありがたいヘルストだ。この手で行く。ありがとう、頼む。わかりました、ヘルストだ。ご覧あそばせ、強敵だな。気合入れていけ、ミルディ。えっ、やっ、いい当たりだ。ノワール、その調子。うまくいった。あ、フォックス、ダウン。テールストーナー。フォックス先輩、誰か手当てを。来て、惑わせ、ミラディ、ヘルソナ、ミラディ、いいぞ、スキルヒット、お見事ね。使います、ヘルソナ。ご覧あそばせ、やっ、はっ、余裕の相手だ、パパッと片付けろ。ノワール、体力少ない、やっ、ワープで不意打ち狙いかよ。効かねえぞてめえ。あと告白とかしたんだって。ほんとキモい、キモい、キモい、キモい。ぬらけついて調子乗ったの。あんたの彼と釣り合うわけないでしょ。だから私が奪ってあげる。奪う、恋愛のもつれがいじめの発端となったということか。こんなの一方的すぎ、ただのアリスへのひがみじゃん。敵弱ってきてるぞ。私の目を懲らしめてやれ。頑張るね。えい、やあ、こいつ手強い、気をつけろ。よっ、はい、どう、これが私の本気です。敵が力を貯めてるみたい。能力変化に気をつけて。はい、こうです。ご覧あそばせ、ヘルソナ。いいぞ、スキルヒット、ノワールナイス。ショータイムだ、ノワール、決めちゃってくれ。お相手いただけますか。覚悟、フィニッシュ。おっしゃ、やっと倒せたぜ。待て、何か様子が。なんだよこれ。何？新たな力を得たようだ。また一つ技を学んでしまった。何だったの今の振動。今ので鳥かごの施錠が解けた。これで中に入れるぞ。マジかよ。
さっきのやつが鍵を持ってたみたいだ。さしずめあれは鍵を守る番人だったということか。番人、アリスの記憶、鳥かごを開ける鍵、アリス。なにブツブツ言ってんだよ。いや、パレスとはいろいろ違うと思ってな。確かにパレスにはこんな部屋も鍵を守る番人もいなかったよね。先に進むほど謎が増えてる感じね。ソフィーがいなかったらここにもたどり着けなかったよね。私は役に立ってるか？うん、バッチリ。褒められた。ふん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 。ま、あれこれ考えるのは後にしようぜ。これであの中にも入れるようになったんだ。そうだな。我が輩たちがやるべきことは一つ、予告状を出して願いを取り返すぜ。さてと、あとは予告状を出すだけだな。内容どうするよ。狙うのはアリスに改心された人たちの願いだよな。じゃあお前が奪った願いを頂戴すると。ああ、お宝と同じ理屈が通じるならそれで実体化するはずだ。実体化すれば盗み出せる。盗み出して被害者に返してあげればみんな元に戻るんだよね。ねえ、そしたらアリスはどうなるのかな。そりゃ当然改心して罪を告白すんだろ。いや、そうとも限らない。今回盗むのはキングが人かパレスでやったように本人の欲望、お宝を盗むわけじゃん。アリスが改心するかは正直わからん。被害者を助けてもアリス本人が改心しなければ堂々巡りね。だが予告が成功すれば願いが現れるのはそこでアリスのシャドウと出くわす確率は高い。派手に鍵を壊したしな。説得するなり拳で語るなり、シャドウを通じて改心させ。なら行こう、正面から。あ、ごめん、みんなを危ない目に遭わせちゃうかもだね。私、被害者の人たちと一緒にアリスの…アリス、言ってたんだ、苦しんでる誰かの光になりたい。それ、テレビで言ってたやつだろ、本心か。うん、今ならわかる。いじめられてた過去…ね、あの部屋で見た光景って、あ、トラウマ？過去の辛い経験や出来事で生まれた心の傷かな。心の…もしかしたらあのトラウマがジェイルができた理由なのかも。トラウマが原因で心が歪み、ファレスと似てるな。ありえない話じゃないぜ。だがそれが今のアリスの行動とどう結びつく。多分だけど、自分を蔑んでたタイプの女の人に復讐してるつもりなんだ。目の前で男を奪ってみせるのが復讐かよ、えぐいな。それだけにしちゃ規模でかくないか。被害者の数半端なかったぞ。誰にも邪魔されないからどんどんエスカレートしちゃったんじゃないかな。キングになって歪みが増したのかもしれないし。もしそうなら私、あり、心が歪んだのなら思い出させてあげたいの。誰かの光になりたいって気持ち。結果がどうなるか分かんない、分かんないけど誰かがアリスの目を覚まさせなきゃ。このまま放っておく。アンドの、ありがとう。分かったわ、やりましょう。もちろん異論はない。だがもし戦いになったとしても命を奪うこと、うん、それだけは絶対にダメ。説得できりゃ一番なんだけどな。
ねえ、今回は私に予告状を書かせてくれない？任せて。予告状か。私に手伝えることはあるか？じゃあ決め台詞はソフィアにお願いするね。よし、じゃああとはどう渡すかだな。そこは私に考えがある。せっかくの怪盗団復活祭りだ。ド派手に。いいか、ようこそ。ごきげんよう、トリックスター。新しい自分の目覚めです。新たな力が得られるようです。新たな力が得られるようです。新しい自分の目覚めです。強化をご所望ですね。どの程度力を注ぎ込みます？この強化でよろしく。よし。ご覧になりますか？登録するのですね。登録するの。現在の状態を上書きします。登録するの。現在の状態。登録するの。現在の状態を上。登録するの。現在の状態を上書きしました。ご覧になりますか？ご覧ください。強化をご所望ですね。合体を行うのですね。強化をご所望ですね。ではご武運を。ありえない。
事の時間。ようこそタイムセール、お買い得品だぞ。またひいきにしておく。お決まりですか？ありがとう。またお待ちしています。ありえない。いらっしゃいませ。ありがとう。いいものありますよ。ありがとうございます。続いてのニュースです。マディス社の近衛明社長はパイナップル社との共同プロジェクトを発表しました。世界的 IT 企業のコラボレーションに専門家の間では期待を。はい、皆さんご注目。こんばんは。そしてお久しぶり。俺たちを覚えているか。私たちは心の怪盗団、ある人物を改心させるために再び参上したよ。人の心をもてあそぶ女、ヒイラギアリス。偽りの光で人を貶め、優越のために傷つける、そんな奴を私たちは許さない。あんたが奪った人々の願い、今宵我々が頂戴する。
私が集めた願いを。ふざけないで。あれは私のもの。あれがあるから私はキング。あれがあるから。ナイト、いいよ、思い通りにならないおもちゃはいらない。今度こそ確実。ふふん。行こう行こう。行くぞ。みたいだな。これを渡れば願いのある鳥。方法が通用するか不安だったが、うまくいってよく。よしスカル、早速運び出せ。いやいや、さすがにデカすぎんだろう。どうする、あんなの盗めなくない。どうしたものかしら。なんだあいつは。アリス、やはりこうなるか。ダメだよ君たち、勝手に入ってきちゃう。私の集めた願い、どうしようっていうのかな。あ、君、確かジョーカー君だよね。やっぱりこれ。ヒイラギアリス、お前がや強制的に人の願いを奪い、無茶な告白を強要し、何の罪もない。自分の店まで開いて詐欺みたいなことして貢がせてたろ。偽りの戒心を操り、人々の心を無残に踏みに。あんたの歪んだ心、怪盗団が叩き直してあげる。高巻さん、あなたにはきっとわからない私がどんな気持ちで生きてきた。囚人であったことを言ってるの。全部、あんたがいじめられてたことも、
でも私は。ああ、そっか、バレだと思っても、どこまでも書く。惨めだよ。でも、もういいんだ。この、欲しかったもの、全部こいつ、ウサギみたいな姿に化けやがった。これも不思議の国のアリスというわけね。さあ急がなきゃ、時間に遅れちゃうよ。私がみんなを素敵な場所に。素敵な場所？反応しなくていい、ソフィー。アリス、あんた怪盗団ってみんな仲がいいんだね。もしかして恋人同士もいるのかな。あんた何言ってんの。高巻さんは誰を狙ってるんだろうね。私はジョーカー君が好みかな。あなたのハートもらっちゃおう。なんかもらうとか言ってんの。気をつけろジョーカー。怖いわね。ナビ、敵に弱点はない。待って、今解析中。弱点属性は。帰んな、あいつの性根ごと燃やしてやる。アルセール、ピクシー、モコイ。ついにちょっと何するの。さすがジョーカー、神一人だ。アリス、あれ使っていいか。あんたなんでこんなこと。罪のない人を巻き込んで。別に私が悪くないの。みんなが勝手に私のことを好きになっちゃうだけ。それなら仕方ないよね。他の女には興味ないんだって。さっきはアルセール。それはあんたが改心使ってみんなの心を操ったんじゃない。来い。全部知ってるの。でも高巻さんが怪盗だったなんて驚き。私の改心とあなたの改心、どっちが魅力的か勝負してみる。これで洗脳が厄介だな。注意しろよお前ら。へっ、はい、連動が効かない上に強敵だ。気をつけろ。ヘルソネ始まるよ。まだまだ無事負けろ。ブロッカーでかい。いつも狂気だな。あいつ疾風に弱いみたいだ。疾風属性のスキル持ってるか。頑張ってね。よし、行くぞ。この力で完璧完璧だ。やっやっやっはっ。ここか。こいつって弱い。気をつけろ。やっほらセクシー始まるよ。おい、あのクラッカーみてえなの。アリスがポールに飛びついた時がチャンスだ。逃す。ステージに舞う紙吹雪、いい絵になりそうだ。まだまだ打ち負けろ。大丈夫か。体力大丈夫か。まだだ。来い、この手で行こう。燃料が効かない上に強敵だ。気をつけろ。終わりだ。いいぞ、弱ってきてる。このまま倒してやる。うまいぞジョーカー。ナイス。
気だな。気合入れていけ。敵の攻撃が来る。みんな備えて。はい。おお、ノワール、ナイスだ。うまくいったな。やるな、ノワール。追撃するぞ、ノワール。続けて決めた。うまくいったね。遠慮しなさい。始まるよ。連動が効かない上に強敵だ。オーケー、気をつけろ。よっ。ヤッソフィーの体力、注意してあげて。召喚、出てこい。オーケー、私にやらせて。よ、頑張るね。ヤッ、敵の防御力が下がった。攻めるんじゃ。
また私。ほら、いいぞ、スキンヒット、どんどん行くよ。許さない、許さない。これね、ただまたぶちまけろ。粘土が効かない上に強敵だ、気をつけろ。褒めてもいいぞ。
に強敵だ。気をつけろ。よし、えい、はーっと、よし、せい、はい、止まれ、あ、やー、どいだ、はっ、はっ、はっ、こいつ手ごわい。気をつけろ。やっ、おー、ノワール、ナイスだ。うまくいったな。いけるぞ、ショータイムだ。お相手いただけますか。覚悟、フィニッシュ。かっこいい。お、かっこいい。ノワールは敵に回したくないな。やったか。これでもっと力になるね。